しょう。先週はバレンタインでしたね。いや、そのせいなのかわかんないんですけどね、まあ先週14日から、この1週間でですね、私体重が3キロ増えました。あとまあ家にね、まあ、大量のチョコレートが、まあ、あるんで、まあ、何かしらこうご飯食べたら、ああ食べようとか、朝起きた時には食べよう、お昼食べる前にちょっと食べて、お昼食べて帰ってきてから、まあ、ちょっと食べよう、 YouTube 見ながら食べようって思ってたら、なんか知らないけどちょっと昨日の晩に、おおかしいな、なんかあれなんかこんなんだったかと思って、体重になったら3キロというか 3.5 キロ増えてました。鈴木智樹のマニマニレディオ始まります。ごっちゃんです。ウクレレプレイヤー鈴木智樹でごわす。この放送は大阪市中央区の ESFM ナンバースタジオが生放送でお送りしてごわす。はい、というわけでね、 3.5 ですよ、 3.5。 で僕あの体重がね、だいたい60キロかそれ下切るか 59. 点何本になるかみたいな感じだったんですけど、本当に昨日の晩測ったら綺麗に 63.5。 びっくり、もうびっくりして服脱ぎましたかね、一旦。あ、今日この着てる服めちゃめちゃ重いんだろうなと思って、ヒートテックの上下だったんですけど脱ぎましたから、で測ったら、3.4 まあまあヒートテックの定規はそんなもんかと思って、いやーびっくりですよ。いやでもね、ちょっとね、いや食べ過ぎだなと思ってたんですよね。でやっぱりもらっちゃうから、でもう申し訳ないじゃん、やっぱりこう食べないと、申し訳ないというか食べたくなっちゃうじゃん、まず食べたくなっちゃうし、であとこれもうせっかくいただいたしなと思って、こうじゃあ極力ね、まあもしかしたらこう日にち的に食べれないのもあるかもだけども、極力こう食べれる限り食べていこうと、食べてたらまあ美味しいの、どれもどれも美味しいね。あれってなんであんな美味しいんだろうね、なんかこう違うんですよ、会社が全部うまいこと、一つもあんなに回ってんのにチョコかぶりがなくて、あ、みんな厳選して選んでくれたんだなとか思って、でこうやってこう楽器のチョコだったり、あ、僕は音楽家だからかとか、あとはなんかこうなんだろう、砂糖を使ってないチョコレートみたいな、なんかこう砂糖で手紙が入ってて、なんかこう砂糖はエイジング効果があるんですって、なんかこう年を老けちゃうみたいな、老け顔になっちゃったような、そうこう老ける効果があるから、あんまりこう今の時期ともきさんたくさん食べると思うんで砂糖を使ってないチョコですって言ってくれて、まあもうガブガブ食いですよ、もうそんな、あぶねあぶねと思って、もうそれをもうバカ食いしちゃったりして、太っちゃった。僕あの知ってます、ちょっと前にダイエットするって言ってて、それが本当に2ヶ月ぐらいかけて、12月ぐらいから2ヶ月ぐらいかけて、あのその時63キロだったんですよ。63キロでこの数字違うか、あれは64か、64になっちゃって、ちょっとこの数字今まで見たことないな、で今まで通り落ちないなと思って、2ヶ月間頑張ってダイエットして、まあでもちょっとじっくり時間かけながらね、健康的なダイエットの方法をして60キロ落としたんですけど、1週間で戻っちゃいましたよ。どういうこと、本当ショックなんですけど、はい。まあというわけでね、皆さんもちょっとバレンタインのこの前後、この後はホワイトデーですから、皆さんもちょっと気をつけていきましょうっていう感じなんですけど、あれ、あ、普通歌ちょっと持ってくるの忘れちゃったかもしれないちょっとどうしよう、あるかな、ちょっとあります、今持ってます、持ってない、持ってないか、あ、じゃあちょっともうちょっと僕この話つなげるんで、あの普通歌持ってきてもらいます、 2つがあったはず、はい。まあそんなわけでね何してんだいっていう感じなんですけど、はい、皆さんもちょっと今後ね、あのホワイトデーでございますので、たくさんもらう方もいらっしゃるかもしれませんし、ちょっと甘いものが好きな方も多いと思いますので、気をつけていってください。はい、ということで、普通歌読んでいきましょう。京都府にお住まいのラジオネームは松本さんから。鈴木さん、南さん、こんばんは。2月16日、京都口な
倉持さんでの開催されたディナーショーお疲れ様でした。珍しいイタリアン料理が並んだビュッフェスタイルで食事を楽しみながら聴くウクレレの音色は格別でした。久々に聴いた情熱大陸は右手の動きが目にも止まらぬ速さでアレンジが進化してて感動しました。絶妙なタイミングで愛の手を入れる可愛いお客様もいて場が和みましたね。3月から始まる鈴木智樹展も今から楽しみにしてます。お体に気をつけて頑張ってください。ありがとうございます。そう、京都でね、あったんですよ、ディナーショーが。もう満席でね、嬉しい限りだ。もう席が足りないんじゃないかっていうぐらい満席だったんですけど、なんか最近ね、京都ね、暑いんですよ、私。うん。今まで全然京都怖くて行けなかったんですけど、なんか京都のね、人気がね、少しずつね、増えてきてるんじゃないかと思ってね、ちょっとこう、今、調子乗ってますよ、京都に対して。うん。また京都行きたいですね。うん。ディナーショーも本当に楽しかったです。お越しくださいました。ありがとうございました。そしてもう一つは、リーさんから、先週の上宗さんの声めっちゃ可愛かったです。タイムリーな失恋話を聞いて、私は失恋した後随分変わったなと思い返していました。鈴木さんの曲をたくさん聴いて心身ともに癒されたこと、聴けば聴くほど鈴木さんが大好きになり、ついには鈴木さんになりたいという意味のわからない願望が湧き上がり、ロングだった髪をショートにして丸眼鏡を買ったこと、鈴木ともになりたいと友達に言いまくっていたら、だんだん男の子に見間違えられる回数も多くなってきました。今日は女の子になりたい、明日は男の子になりたい、明後日はキリンになりたいと思ってるかもしれません。LGBT の人がいろいろ主張できる時代になってきて、多様なあり方受け入れることが普通になってきているんだなって感じます。鈴木さんの宇宙に立った一人の君だからを聞いていると、性別の枠にとらわれず私は私で会いたいと強く思えるんですよね。女らしくも男らしくもやめて、私らしく自分大切にしていきたいと思います。今日のトークテーマに合ってないかもしれませんがメッセージしてみましたってこと、ありがとうございます。そう、あのね、リーさんはね、髪の毛が本当どこ腰まではないと思うんですけどね、本当胸のぐらいあたりまでね、ある長くあった方だったんですけど、なんかある日ね、髪の毛を切ってで眼鏡にして、フェイスブックで鈴木智樹さんみたいにしてくださいって言ったみたいな、なんかそうすごいんですよね。責任取れないですよね、私には。はい、すごいありがとう、もうその愛に感謝でございます。ありがとうございます。はい、というわけで本日のメッセージテーマは、世の中に物申す。まあ世の中じゃなくてね、私の彼、私の旦那、まあこのあの人、彼、まあ何人でもいいんですけど、物申すことを皆様から募集いたしました。それではこの後9時までお付き合いよろしくお願いいたします。はい、というわけでメッセージテーマは、世の中に物申すでございますね。どうもこんばんは、みなみさん。こんばんは、南波みなみです。先週可愛かったね、上宗さん。なんかあんなに声が反響あってびっくり、うん、なんか声が可愛い、うん、癒されるみたいな、うん、で、普通にこう面と向かって喋ってるのとちょっと違うように思ったんだけど、よそ行きの顔声やったんかな、ラジオの時、うんうんうん、緊張し、ずっと顔がね、うん、スタジオ入ってから、うんうん、もう真っ赤かだったんですよ。あ、そう、当日も番組前から、うん、2日ぐらい前からすごい緊張してましたって言うんだけど、そうは見えなかったんやけど、いや、どうなんやろ。でもね、ずっと顔、うん、なんで笑っちゃって、うん、なんでそんな顔赤いの、ずっと真っ赤で、うん、なんでって言ったら、うんうん、緊張してるんですよみたいな、するでしょみたいなこと言ってて、可愛かったね。なんか何その緊張みたいな、うんうんうん、もう南波みなみから番組乗っ取っちゃえって私もそこに一票入れたんですけどね。なんでですか、却下されましたね。なんか戻ってきてしまってすいません。いや、戻ってきてくださいよ。いやでも本当滑舌悪かったね、うん、先週のやつは。でもゆっくり喋るし、なんか聞こえるのはちゃんと聞こえてたし、なんか冒頭から滑舌悪くてびっくりしましたからね、うん、タイトルね、あれ多分遠慮したんだと思うよ、うん、絶対ほら勝手に言ったっていうよりも決めて言ったけど、タイトルコールね、多分すごい彼女なりに頑張ったんでしょうね、うん、すごい、うん、すごい勇気出したんでしょうね。だっけ、鈴木智樹マネージャー上宗彩子のマニマニレディオってすごいね、多分ね遠慮してた、すごい
かわいそうなぐらい、ね、いや本当、いやでもね、なんか意外と好評で僕も良かった、うん、またなんか出てほしいですね、うんうんうん、タイミングが合えば、うん、本当に ね、うん、ね、はい、思います。で、今日のテーマなんですが、うん、メッセージが少なかったので皆さんメッセージ、はい、送ってくださいって言ったんですよね。みんなないのかな、そんな。でもちゃんとね、ツイッターでも募集してますね、うん、シャープマニラジ、マニひらがなラジカタカナでツイートしてください、なんとみちれれさん、お便りが少なくなりそうなテーマを選んだ鈴木くんに物申す。なんでないの、このテーマ難しいみたいですね。あるでしょ。なんだろう、ありますよ。じゃあ僕一ついいです。はい、どうぞ。じゃあちょっとあのエコーをかけてもらえますか。じゃあ世の中に物申します。はい。物申す、和式トイレいらなくね。はい、でございます。うん、あってもなくてもどっちでもいいと思うけど。いや、あのね、うん、トイレに行って、はい、和式と洋式がありましたと、はい、どっち入りますか。あ、まあ、どっちか選べって言われたら洋式かもしれませんね。洋式でしょ、うんうん、じゃあもう一つ、うん、トイレに入りました、うん、和式と洋式がありました、うん、洋式がちょっと人が入ってました、うん、どうしますか。あ、和式使います。僕待っちゃうんですよ。はい、洋式が開くの。実家からずっと、生まれてからずっと育ってるのは洋式トイレで育ちました。そうです。あ、和式ないんですね、うん、じゃあもうそうかもしれませんね。洋式だったんですか、うん、でも学校とか、いや家は洋式でしたけど、学校、小学校とか、学校はね、小学校は和式もあったね、うんうんうん、でも、うん、なんかもう和式はみんな入らなかったですよ。あ、そうなんですね。だから、うん、あの洋式がちょっとこう、うん、なんだろう、あの広いトイレ、だからこう車椅子とかでも入れるトイレが洋式で、うん、はいはい、でみんなそこに並んでた。あ、それは、え、並ぶんですか。そう、男の人も並ぶというか、うんうん、小学生だから、うん、こう並んでたら、うんうん、うんこかとか言われるから、そうそう、うん、こう隙見てみんなそこに入ってた、うん、あ、そうなんですね、うん、へえ。なんか今の小学生、あの何、トイレ座り、昔で言うあのうんこ座りができへん人がおる。ね、あ、小学生が、うんうん、あの和式トイレの座り方、あのかかとをつけて、全部足の裏をつけてこうしゃがむのが、後ろに倒れてしまう人がいるとかって聞きましたよ。うん、どうなんだ、だって、うん、和式って何のメリットがあるんだろう、今洋式ができた。あの、この間すごいびっくりしたのが、うん、今最近って新しいトイレって言ったら、割とあの、まあ、ウォシュレットがないにしても便座がちょっとあったかいっていうのが普通だと思うじゃないですか、うん、この間すごい綺麗なトイレに入ったら、うん、冷たかったんです。飛び上がりましたね。あ、そこはちょっと、うん、冷たい洋式よりも和式かなと。いやでもね、はい、それはでもまあありますけど、うん、最近は結構どこもね、高確率で暖かくなってきましたし、うん、ね、便利で。和式がいいっていう人いるのかな、逆に。わ、それはあんまり聞かないですね。でしょ、うんうん、僕もこの前そのトイレ行った時に、うん、多分掃除したばっかりだったんですよ、はい、で下がびちゃびちゃだったんですよ、お水とかで、うんうんうん、でそこで和式が開いてて、和式入ろうかと思ったんですけど、はい、やっぱりこうズボンを下げたりするとついちゃうとか思ったり、はい、なんかいろいろ考えて洋式が開くのを待ちました、ね、なるほど、そういう理由はそうかもしれませんね、うん、はい、あ、ね、でもそれぐらいしかないんですね。物申したいこと、うん、あとはね、うん、でもまああるよ、細かく言ったら、うん、だからそのポイ捨てする人とか、うん、でもそれはなんかもう一般的常識だから、うん、なんか世の中に物申すというかは、うん、まあ、一般的常識は守ってよみたいな感じだから、はいはい、まあ、特にかな、うん、そうですね、和式トイレかな。そこに戻る。そう、あのさっきお便りが少なかったので、ここのスタッフとか、うん、前の番組の佐野ひとみちゃんとかといろいろ何があるかなって言ってたんですけどね、うん、あのちょっとぶつかっただけで舌打ちする人とか、歩きタバコする人とか、やっぱりこうあの世の中でこう、なんだろう、公共の場所でのちょっと、うんうん、あの不満というか。でもそれも世の中に物申すというかは、うん、もうしちゃダメなことだからね。そういう人ですよね、うん、だからこう今こう平然とあってダメなものってなんでしょうね、うん、あ、
ダメじゃない気が思うけど、ほら、ほら難しい、だからお便り少ないそういうこと、みちれれさんに一票、あ、そういうことか、うんうん、そうあると思うんだけどな、なんだろう、香織まかなさんは日本の交通事情、新幹線の切符の高さに物申したい、高すぎるでしょう、うん、高いかもね確かに、うんうん、でもね、そんだけクオリティがあるからかなとか、あ、そんなこと言ってたら日本なんでも高いかなとか、はいはいはい、うん、ね、まあでもあの難しいテーマの中、あのお便りくださった方がいらっしゃいますのでご紹介しますね、うん、福井県のアジョンさん、世の中に物申す、優しくして、優しくしてです、ちょっと待って、以上知らないよ今アジョンさんがどんな、はい、どんな環境下に置かれてこう、うん、どんな仕打ちを受けてるのか僕は知らないからさですかね、うん、はい、では続きまして海うさぎさんです、旦那に物申す、ほう、うちの旦那は本当に気が利きません、以前私が体調を崩して食べ物の匂いを嗅いだだけでも吐きそうになって、うん、晩ご飯作れそうにないから今日は悪いけど外食してねと言ったら、うん、なんとニンニクたっぷりのラーメンを食べて帰ってきたのです。私が一晩中吐き気と戦っている隣で、旦那はプンプンニンニクの匂いをさせながらぐっすり眠っていました。旦那よ、病人の私にもっと気を使え。なるほどね、うん、男性って、はい、女性と考え方の脳が違うみたいで、うん、男性はやっぱり自分が主体で考えちゃうんですって。それはそうなんですか。そう、うんうんうん、みたいなんですよ、脳の作り的に、うん、なんかこう自分がこうしたいからこうが一番出ちゃうらしいんですけど、うん、女性は自分がこうしたいの前に家族のこととか先に考えれるんですって、うん、あ、周りを見てね。だから、うん、あ、ラーメン食べたい、あ、うん、でも今あの人こうだからやめとこうみたいな考え方ができるんですって、うんうんうん、でも男性はなんか、はい、ラーメン食べたい、うん、だって元気をつけないと妻の風邪がうつっちゃうかもしれないからニンニクを食べようみたいな、はい、こうすごい直結した考え方がしかできない作りなんですって、うん、それは知りませんでした。へえ、そうなん、じゃあもう諦めろと。だからね、うん、いや、でもそれはね、うん、でも旦那さんもちょっとね配慮した方がいいかもだけど海うさぎさん、うんうん、だからまあ旦那さん悪くないとは言わないけど、うん、そういう脳みたいですよ、男の人はそうなと。だからもうダメだなこいつって思うしかないかもですねで世の女性はみんな思ってると思いますねもうすでに、はい、私もそこに一票入れます、うん、そっか、はい、続きまして兵庫県のよしこさんです、うん、こんばんは。春が来ましたね。私は梅の花、菜の花、チューリップをめでて春感じましたよ。ともきくん、みなみさん、春感じましたか。お題の世の中に物申す、あえて言うならば若者の丁寧語の使い方です。うん、目上の方に使う敬語、丁寧語がおかしいと思う子がちらほらいてるのにびっくりします。あと若者が言葉を略しすぎるのにも戸惑いを隠せない今日この頃です。うん、でもだんだんなんかもう世の中もこう、例えばテレビとか、うん、なんなん NHK とかでも、はい、略語とかが普通に使われるようになってきましたよね。そうですね。なんかそう思うと、うん、だんだんこう世の中にこうフィットするというか馴染むには、うん、なんかその略語とかって僕もちょっとあんま好きじゃなかったんですよ、うんうんうん、でもなんかこう歯向かえないのかなみたいな、うん、言葉とかその文体って時代とともに変わってくるんですって。どうしてもうん、ね、うんうん、だからこう全然いいよって言います、うん、もう、あ、そう、普通の言葉になってるんですよ今。おかしいね、もう、うんうん、大丈夫よ、あのラジオのこの番組のディレクターがあのメールにおをつけておメールって言った時はさすがに突っ込んだからね私何ですかそれ、ね、おメールって何です、すごいな、はい、少なかったですけどね、皆さんもいろいろ思うことはあるかなと思います、はい、そうだね。でもちょっと言葉は僕もね、うん、ちょっとそこら辺苦手なんでね、あまり強く言えないとこもありますね、うん、あ、そうなんですね。そう、はい、僕のお名刺って言っちゃうんでね、僕のお名刺はね、はい、私のお名刺って言っちゃうんで、はい、それはそうですねまあそんな世の中でございますが、こう世の中どんどんいろいろ変化していってですね、流行る曲であったりとかもいろいろありますよね、多分なんかこの曲が流行ったのってなんかやっぱりこう最近の流れだなってすごい思うんですけれども、ダサかっこいいっていうことですごいブームになりました昨年。でもやっぱりそれはこう
動画という YouTube っていうですね無料サイトで見れるからこそ、流行ったんじゃないかなと思います。誰でも見れることができたんで流行った曲と言ってもいいんじゃないでしょうか。聴いてください。ダパップさんの曲で USA。 はい、というわけでありがとうございます。さあ今後のライブ告知でございますが、今週末でございますね。今週末は私フレームハウスという場所でですね、ライブがございます。ワイヤーライブちゃんはワークショップがございます。一部の方は満席となっているんですが、二部の方があと少し、入れますので、ぜひぜひお越しください。そして3月21日木曜日はですね、いつもラジオなんですが、なんと今回はひとみとともきのワンダフルアワーということで公開録音、イエイイエイイエイが決定しております。1時45分から皆さんお集まりください。私の外の外野ブース、なんていうの、野外ブース、観覧席ね、外のブース、見れるブースで、はい、外はサテライトスタジオですね。サテライトスタジオで、はいはい、やっておりますので、ぜひぜひ来てください。詳しくは鈴木ともきのホームページまたは SNS をチェックチェック、よろしくお願いいたします。さあそして番組ではお便りなどを募集しているんですが、次回のトークテーマ、これはじゃあ今回ね、あの道霊さんももう納得していただける、送りやすい内容じゃないんでしょうか。次回のトークテーマはこちら、今これが熱いでございます。皆さんの今ハマっているもの、これが熱いっていうものをね、送ってきてっていうことでございます。優しくしてって言ってたアジョンさん、今回は難しいテーマだったな、次回のテーマは優しくしてって。はい、なるほどね、これ優しいでしょ。今これが熱い、
皆さんなんかハマっているもの、ハマってアーティストでもいいですし、それまたどうせ鈴木智樹ですとかっていうお便り、それは最近じゃないでしょ。でもあ、でも最近ハマったならいいと思いますよ、うん、最近ハマっても寝る時も朝起きてもご飯食べる時もずっと聞いてますと、うん、それハードル高くないですね。そういう方だったら、うん、鈴木智樹と書いてもいいですけどね、うんうん、はい、何でもいいんで今これが熱いよ、送ってきてください。 ASFM 番組ホームページ無料アプリ FM プラプラ、またはメールアドレス鈴木ともき @esfm.jp までよろしくお願いいたします。オリジナルステッカープレゼントご希望の方は住所氏名を忘れなく。さて本日のプレゼント、ステッカープレゼントでございますが、読んだのは3名様ですか。今日読んだ方は3名様、皆さん住所お書きいただいてますかね。いただいてますね。どうしようかな。優しくしてほしいアージョンさんと、あと丁寧語の言い回しに疑問がある。あ、でもなんかこう一番こう物申してたのはよしこさんですかね。はい、ということで兵庫県にお住まいのよしこさんにプレゼントしたいと思います。ありがとうございます。ツイッターでトラちゃんさん、うん、それも難しいなーってもうすぐにダメ出し出てますよ。あ、難しくないよ。もっと簡単にね考えて送ってきてくださいね。ということでありがとうございました。この番組は鈴木智樹は YouTube チャンネルではアーカイブがお聞きいただけます。ということで、本日も時間がやってまいりました、この後はウエストサイドジャンクロックネクストです。そして本日はこの曲でお別れ、ファーストアルバムから君に会える朝を聞いてください。というわけで来週もまた皆さんぜひ聞いてくださいね。この番組は ESFM ナンバースタジオから生放送でウクレレプレイヤーの鈴木智樹と南波みなみがお送りしました。それでは皆さんまた来週、バイバイ。